ブリッタ・シテフェンは、ドイツ・ブランデンブルク州、州営と出身の女性競泳選手。50メートルと100メートル自由型の元世界、記録保持者。2000年、前年のヨーロッパ選手権での実績が評価されて、シドニーオリンピックのフリーリレーのメンバーに選ばれ、女子4200メートル、フリーリレーの銅メダル獲得に貢献する。2004年のアテネオリンピックでは、女子400メートル、 フリーリレーの予選に出場するが、決勝のメンバーには選ばれなかった。ベルリン工科専門大学で、マネジメント工学を学んでいた彼女は、その後1年間競泳生活から離れ学業に、専念する。2006年8月2日、ブダペストで行われたヨーロッパ選手権の女子100メートル、自由形で53秒30、400メートル、フリーリレーで3分35秒22、 4200メートルフリーリレーで7分50秒82と3つの世界新記録をマークする。このうち100メートル自由型の記録は2008年3月のオーストラリア選手権でリスベストリケットに破られるまで記録を保持した。2007年3月に行われた世界選手権では女子短距離自由型種目の金メダルの有力候補とされた。100メートル自由型で銅メダル 4200メートルフリーリレーで銀メダルを獲得したが50メートル自由型では4位に終わった。2008年に入り4月に行われた代表選考会では50メートル自由型で24秒19のドイツ国内新記録100メートル自由型で53秒20のヨーロッパ新記録で泳ぎ北京オリンピック代表に選ばれた。北京オリンピックではリスベストリケットや ナタリー・コーグリンが他国の競合選手相手に、100メートル自由型で53秒12、50メートル自由型で24秒06のいずれも五輪新記録で金メダルを獲得した。2009年のローマ世界選手権では50メートル自由型を23秒73、100メートル自由型を52秒07の世界新記録で金メダル、フリーリレーで銀メダル、 メドレーリレーで銅メダルを獲得した。ありがとうございます。